皆さんこんにちは、澤智恵です。今日と明日2日間大島にお邪魔しています。泊まりは高松ですので、夕方に行ってまた明日の朝来る予定です。いよいよ明日になりました。明日火曜日の午後1時から大島会館で3年ぶり20回目の大島青少年コンサートを行います。明日のコンサートですが、島の外からのお客さんは来ません。いつものコンサートと随分雰囲気が違うと思います。ガランとしたコンサートになります。もし来ていただけて、少しでも盛り上げていただけたら、とてもありがたく思います。窓も扉も全部開放して、感染症対策をしっかりとった上で、行いますので、安心して来ていただけたらと思います。皆さんおなじみの曲ももちろん歌いますし、91歳の入所者のあの方も、元気にゲスト出演してくださる予定です。それでは明日の火曜日の午後1時から大島会館でお待ちしています。澤智恵でした。ありがとうございました。おしまい。はい、はあ、緊張する。関わらなければこの愛しさ知る術はなかった。関わらなければ、関わらなければ、この親しさはわからなかった。関わらなければこのおおらかな依存の安らいは得られなかった関わらなければこの甘い想いや寂しい思いも知らなかった人は関わることからさまざまな思いを知るは親と関わり親は子と関わることによって恋も友情も関わることから始まって関わったがゆえに起こる幸や不幸を積み重ねて大きくなり繰り返すことで磨かれそして人は人の間で思いを削り思いを膨らませ誠意を綴る
坊の人関わらなければ関わらなければ胸の泉に枯れ葉一枚も落としてはくれない関わらなければ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  どうもありがとうございます。皆さんにとってもまた世界中の人にとってこのコロナの時期っていうのは大変な時だったわけですけれども、まだ完全にそれがまた収まっているわけではないという状況ですが、皆さんこの澤さんの力強い歌声を聞いてまた勇気をもらって日々の生活を元気に過ごしていっていただきたいと思います。今日はお聞きに来ていただき本当にありがとうございました。まあ本当にごくごくうちわだけのコンサートになりますけれども、こうしてですね開催をしていただきまして、ありがたい感謝しております。ありがたい感謝している次第です。簡単でありますけれどもご挨拶に返させていただきます。終わります。ようこそ今年も大島へ、私の大好きな大島へ、青い松が美しい大島へ、青い海が光る大島へ、3年ぶりの20回目です。コロナでしばらくできませんでした。私にとって大事なコンサート、今年はできて嬉しいな。真っ赤に燃えた太陽だから、真夏の海は恋の季節なの。渚を走る二人の髪に切なくなびく甘い潮風よ。激しい愛に焼けた素肌は燃える心、恋のときめき忘れず残すため、カラスなぜ泣くの、カラスは山に、かわいい七つの子があるからよ、かわいい、かわいいとyou
づくやら、海にお船を浮かばして、その国、私の心は落ち葉です、しばしお庭に留めてください。やがて風吹けばさすらい人、またもや どうもありがとうございます。2年前にコロナになって、私はほぼ全てのコンサートが中止になりました。なんだかね、歌を歌うことが悪いことのように思えて、世の中からお前はいらないよって言われているような、そんな気持ちになりました。泣いてました。お先真っ暗になってね、これからどうやって生きていこうかななんて真剣に考えたんですよ。ちょうど大学院をあと1年残してたんです。まあ諦めざるを得ないなって覚悟しましたね。そんな時に何人かの方から、ともえさん、クラウドファンディングしたらって言われました。入所者の皆さん、クラウドファンディングって聞いたことありますか？わかりますか？みんなからちょっとずつお金集めて支えてもらいなさいっていうことです。そういうのをクラウドファンディングって言います。今流行ってるんです。私お金くださいって人に言うの苦手って言ったら、もうそんなこと言ってらんないでしょって。そしてインターネットで呼びかけました。皆さん支えてください。大学院での学びを終わらせることができるように学費をお願いしますって。そしたらね、たくさんの方がカンパしてくれて、去年の春無事岡山大学大学院を修了することができました。この場を借りまして、今日はね、これ後で YouTube で配信されるんですけど、支えてくれた皆さんが大勢見ててくれると思うので、この場を借りまして、皆さん本当にありがとうございました。
砂白し愛の真心香りつつ歩む歴史に記憶あれ ではここでお待ちかねのゲストの登場です。東條貴史さんをステージにお迎えします。貴さんお待たせしました。なんか私今日すごくね緊張してたの。私も緊張しています。あ、そうですか。はい、じゃあ一緒ですね。じゃあ、一曲歌いましょうか。はい、はい、賛美歌ですね。はい、そうです。うん、東條貴史さんは賛美歌の CD を、かつて、一緒に作って発表しました。今回は、はい、貴さんからのリクエストで、はい、1,2,3 節ってあるんだけど、はい、2節の後に上がりたいって言ったんだよね。はい、はい、そうです、うん、じゃあそうしようかってことで、はい、1,2 節って歌ったら上がりますので皆さんそこを注目して聞いてください。じゃあ行きましょうか。はい、慈しみ。はい、ともなるイエスは罪とが憂いを取り去りたも心の嘆きを包まず述べてともなるイエスは我らの弱気を知りて哀れむ悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまわん慈しみ深き変わらぬ愛もて導きたも世の友我らを捨て去る時も タカさんと私は、はい、出会って51年になりますね。はい、そうですね。
タカさんは何歳でしたか？まだ50ぐらいやったかな。40やった、うん、で私はね、何歳だったか覚えてる？何歩ぐらいだったかな。8歳ぐらい、20歳ぐらいですか。いや、私は0歳でしたよ、はい。ああ、教会の時にね、初めて会った時。はい、0歳やね。そう、よく講壇の上を這い回りましたよ。這い回りましたか。はい、はい、生後6ヶ月でした。はい、その時の私を覚えててくれる。はい、覚えてます。野賀隆さんです。可愛、はい、い赤ちゃんでしたか。そうです、うん、ありがとうございます。今言わせましたね、思いっきり。当時ね、はい、今から51年前ですけど、はい、大島で赤ちゃんを見るって、ありません。なかったでしょ。はい、うん、びっくりしたでしょう。びっくりしました、本当に、ね。私の父はよく連れてきたなと思います。そうですね、うん、本当に。でもそのことがあったから、ね、私今もここにいるんだなって感謝してます。はい、私も感謝してます、本当に、はい、ありがとうございます。あ、タカさん、ごめん、お待たせして。髪の毛すごいすっきりしたね。今日ちゃんぱんでいたよ。おお、ちゃんぱんでいたね、今日。いい男。私こんな感じ。まあいいわ。だからタカさんも白白したら、白どっちが好き？白とグリーン。かまんよ、同じよ、もう。なんか白がいいんじゃないかなっていう。白。はい、わかった。どっちがきついとかある？大きさちょうどいいの。同じよ。同じ？みんなこまんよ。春が映画の影響で。あ、そうか。45キロの時に越し上げたもん。45キロの時、今何キロあるの？今61。え、よく切られるね。いや、ほんだよ。じゃあ、歌いましょうか。はい、はい。リハーサルいいですか？はい、はい、お願いします。どうも、忙しいところすんまへん。はい。久しぶり。久しぶりや、ほんま。見える？見えるね。見えるよ。OK。聞こえる？聞こえます。よかった。この前、うん、練習したでしょ？うん、火曜日。うん、あの後疲れたやろ。いや、疲れた。そうやろ。そうだろうなと思った。いや、まあ年やなと思った。いや、だって一生懸命やるんだもん。あんなに一生懸命やったら、うん、もう次の日寝込んでしまうんじゃないかと思ったわ。もう。では、東條隆さん、リハーサルいきます。はい。慈しみ深きを。はい。もちろん高いよ。高さ、そしたらね、ちょっとだけお話、はい、わかりました。なんか音程がもうバッチリで、こっちが。トモエさんのおかげ。もう74年ですよ。はい。ここ来て。はい。今振り返って、
何を一番思いますか？私ね、ここが入った時に17歳入ってる、18か、ほんで入って一番最初に思ったことは楽団に入りたかった。ほんで友達に返してくれて、ほんで返してくれたトランペットになったら不可ならんでしょ。ああこれはダメやな、もういかんわ。ほんでそう言ったらここ入って、ほんなら団長さんのとこ行って頼んだら、あんた手がいいからクラリネットやりなさいと。ほんでクラリネットやりなさいと。ほんで教則本と借りて、ほんで一生懸命勉強してやったわけなんで、だからその時から音楽に入ってよかったなと一番思ってる。そうかそうか、それが一番慰めになった。ありがとうございました。どうも。東条隆さんでした。ありがとうございました。どうも。どうもありがとうございます。日本全国青森から沖縄の宮古まで、国立療養所が13カ所、私立療養所っていうのが静岡の御殿場に1個あるんですけど、14カ所ですね。で、全ての療養所にこのような納骨堂があります。で、まあ、ここの皆さんはそのふるさとのお墓に帰れる人ほとんどいなくて、ほとんどここに入られるわけですよね。で、その中にぐるーっとね、こうマンションのように小さい骨壺があるんですけど、袋に入れてね、そのお名前っていうのがここで暮らした延命、はいはいはい、ふるさととも縁を切って迷惑をかけないように名前を変えた、その名前の人もいれば実名になってる人もいて、それはご本人の意思だったり、その残された家族のお連れ合い の希望だったりするんですけど、だから私も時々ね、探して見つからないことがあるわけですよ。そうすると違う名前はいはいはい、はい、だったりとか。
まあ、断種、堕胎ってことが行われたわけですよね。でつまり療養所の中で結婚は推奨されたんです、した方がいいって。で結婚しても子供は持てなかったわけですよね。で結婚する条件っていうのが男の人が断種の手術を受けることなんです。でそれでもその手術がうまくいかなかったのか身ごもってしまうケースも多くて、そうすると堕胎っていうことで、その隠してね、だいぶ大きくなってからバレて、まあ、堕胎して、それがホルマリン漬けになってそのまま小屋にね晒されていたっていう事実もあったりして、まあ、そういうお話ってねなかなかご本人がなさらないんですけど、経験されてる方多いです。小さな学校、みんなで力合わせて進んでゆこう。山や海に囲まれてみんなたくましく生きる、それがアジ第二小学校。僕らの島、僕らの学校、みんなの心合わせて進んでゆこう。夏は海で泳ぎましょう、秋は落ち葉で焼き芋だ、それが味第二小学校、それが味第二小学校。どうもありがとうございます。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑ってる。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆること自分を感情に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰のかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず国もされず、
そういうものに私はなりたい。いつも静かに笑ってる。日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにテクノボーと呼ばれ、褒められもせず国もされず、そういうものに私はなりたい。そういうものに私はなりたい。そういうものに私はなりたい。また来年お会いしましょう。お元気で。
私がいる、あなたがいる。ララ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 、ラララ。